皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の26日目です。では問題を見ていきます。カッコ1、次の計算をしましょう。丸1、マイナス5引くマイナス3と、この場合ここの引き算を足し算に直して計算するんでしたね。ですからマイナス5足す、ここ足し算にすると符号が変わってプラス3となります。でマイナス5とプラス3を比べるとマイナス5の方が絶対値が大きいので、絶対値が大きい方の負の符号マイナスをつけて絶対値引き算5引く3をやりますね。そうすると2ですから答えはマイナス2になります。丸2、プラス12足すマイナス8、正の数と負の数の足し算ですね。絶対値を見るとプラス12の方が大きいので答えには正の符号がつきます。そして数字は引き算、12引く8で4ですからプラス4、あとはこのプラスの符号を省いて4、これが答えになります。カッコ2、カッコのない式に直して計算しましょう。丸1、マイナス5引くマイナス3足すプラス8、引き算と足し算が混じった式、この場合は一度すべて足し算に直して計算をしました。ですからマイナス5足す、ここが足すになると符号が変わってプラス3とプラス、8とこうなりますね。そしたらこの中の部分が括弧の外に出てマイナス5足す3足す8こうなります。マイナス5は負の数で、この3と8は正の数なので、まず正の数を最初に計算しちゃいましょう。マイナス5で3足す8は11ですから足す11となって、ちょっと後ろに書きますね。答えはプラスの6とこう出るわけです。括弧3番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス8かけるマイナス3、負の数同士の二数の掛け算、同符号同士の二数の掛け算は答えは正の数になりました。ですから正の符号をつけて8324とプラス24が答えです。これもこのプラスの符号を省いて24とだけ書いても正解になります。丸2番、プラス 0.6 かけるプラス 0.8、 正の数同士の二数の掛け算、これも答えは正の数になりますね。ここではちょっと正の符号を省きます。で 0.6×0.8 は 0.48 なので答えは 0.48 こうなります。丸3番、あ、ちょっと薄くなっちゃってますけれど、擦れちゃって、丸3番、プラス 7×-9、 正の数と負の数の掛け算、答えは負の数になりました。ですからマイナスの符号をつけて7×63とマイナス63、このようになるわけですね。括弧4番、ここに縦に3つ横に3つ並んでいる、ね、この正方形の中にマスが9つできていて、真ん中がちょっと塗ってあります。このマスの縦と横の3つのマスの和が全て同じになるようにしましょう、ね、縦を足した時、ね、横を足した時、全て同じ数になるように、マスを埋めましょうということですね。ここの部分、ね、もうすでに3つ数が入っています。3とマイナス2と4ですね。これをまず足してみましょう。3足すマイナス2足す4、これを計算すると3足す4は、ちょっと順番変えましょうか。
このように考えて、7引く2で5になりますね。ですから、この横に3つ足した時も、縦に3つ足した時も、答えが5になるようにマスを埋めていきます。ではまず、ここの縦の部分、3とマイナス3合わせるとちょうど0ですね。ですから、ここには5が入れば、このマイナス3足す5足す3でプラスの5になるわけですね。ここが埋まりました。次はここ行きましょうか。マイナス3足す1、これマイナス2ですよね。いくつを足せば5になるか。ここに7が来たら、マイナス3足す1足す7、これでプラスの5になりますから、ここには7が入ります。もう一つ、この7と4が来ていますね。7と4を足すと11です。では、ここにいくつが入ったら3つ足した時5になるでしょうか。ここはマイナスの6が入るとちょうど5になりますね。これで縦3つ足した時、横を3つマス足した時、すべて和が5になったこのマスが完成しました。では、カッコ5に行きます。次の計算をしましょう。丸1、プラス2かけるマイナス13かけるプラス5。ここでは掛け算の順番を変えて簡単にして計算します。順番をプラス2かけるプラス5、これを前に持ってきます。かけるマイナス13、こうやりますね。で、プラス5とプラス2、この部分ですね、プラス2とプラス5、かけるとプラス10ですね。プラス10かけるマイナス13、こうすると答えは正の数と負の数ですから、答え掛け算すると負の数になって130と、マイナス130というのがこの計算の答えというふうに出てくるわけです。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。